今週はね、昨日に、はい、ゲストとして来てもらってますけれども、はい、まあね、昨日最近はね、そのだからそのテレビ、メディアとかもね、うん、露出とかもあって、うん、そのどうなんですか、その周りの反響だとか、うん、はい、ね、うん、面白い話があれば自分で、まあ、その、ね、あの野球詳しい方は分かると思うんですけど、則本投手っていうピッチャーの、はい、まあ、そっくりさんにこういろいろカツラとかもつけながらやって則本っていう名前でやってるんですけども、はい、はい、まあ今年ちょっとキャンプご本人に会いに行こうということで、はい、沖縄までもう3泊4日で実費で自腹来て行ったの？自腹来て行きました。テレビの撮影とかじゃなくて？違います、実費です、もうすげえ本人に会おうと。それで、うん、はい、で、うん、で、もう行って本人に会うこともできまして、で、ちょうどその楽天っていうチームなんですけど、楽天が沖縄の久米島から本島に移動する日だったんですよ、うんうん、ってことは那覇空港のゲート前を必ず通ると。はいはいはい、はい、だからもうそこで待ち伏せして張ってたんだ。張ってたら、そしたらまず監督の梨田監督が出てこられて、写真いいですかと、写真ちょっと撮ってもらって、はいはい、おー雰囲気似てるよ、うんうん、おー、これ説明したの僕そのモノマネというかあれでやってますよ。あ、もうユニフォーム着てたんで、もうで背番号14って書いてたんですごいね、はい、それでもう背番号14ってことはあの則本選手の真似してんだなっていうのはもう多分監督だから分かると思う、うんうんうん、そうか、空港警備員とか呼ばれなかったんだね、大丈夫なんだね。そこがだからマスコミも4社5社ぐらい来てて、うん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 、で僕則本投手にもお会いさせていただいて、あの、グローブにサイン書いてもらって、へえ、で、まあ移動のバスも乗られた後、そのマスコミ4社から囲み取材をしてあなたが僕が本人はもうそのまま行ってバスに乗って僕がすげーマスコミ4社から囲み何を聞かれたの、そのいや、もういつからやってるんですかとか、あ、うん、すごいでしょ。ちょうど WBC 前だったから、はいはいはい、なんかでこの時期って、その時期か、野球やってないからマスコミもニュースが欲しいんですよね、ネタは。はい、え、それ結構乗ったの、ちゃんと。もう、あの、産経スポーツとか、おバンバン乗ったんだ。すごいでしょ。いいね、すごいじゃん。え、その、本人、ご本人さんは何て言ったの、それ、うん、昨日見て。あ、やらせていただいてますって言ったら、うん、はいって。あ、はい。じゃあもうそれは本人公認と見てもういい、いいじゃないですか。その後サインもらってますから、もうあの存在自体は知ってもらってると思います。そのすごい、いいね。そうですね。でその後 WBC ももちろん僕東京ドームだったんで応援しに行ったら、うん、その時あのね、ご存知かもしれない松井裕樹投手っていうね、楽天のピッチャーで WBC のメンバー入ってた投手のお父さんが東京ドーム来てて、うん、そのお父さんの方から来て、あの松井裕樹の父です、一緒に写真撮ってくださいと。いや、こっちがお願いしたいぐらいの全然わ知らん、わけわかんないと思ってお父さんが、はい、それはそっくりさんと分かった上でだよね。もちろんですよ、本物と間違えたわけじゃない。いやいやいや、本物はもう東京ドームの中で練習してますから。そうです、こんなところにいるはずなんだよ。でも分かった上で向こうの方から写真一緒にどうっていう、はい、すごいよね。で松井裕樹投手のそっくりさんを前テレビで見た時に、うん、うちの家内が怒ってたんだよって、何これうちの子じゃないよって怒ってたんだよって言うから、ちなみに僕はじゃあ則本投手やってもいいレベルですかって言ったら、うん、いや、いいんじゃないですか、はい、似てると思いますみたいな感じで。じゃあ松井さんのお父さんも公認。そうです、僕これも外でいっぱい言ってます。松井裕樹投手のお父さん公認の則本。いや、わけがわからない。えらい遠いとこから来てる。いや、でもすごいね、結構すごいね。すごい、いや、まあそうですね、だから今年 WBC があったという意味ではすごい運は良かったんでしょうね。もっともっと則本選手活躍して世間にいっぱい知られた方が昨日も活躍できる、ね、そうですね、なんかそういう場は増えるかなと。応援のしがいがありますよね。いやこれはいいよ、一昨日勝ちましたからね、則本投手。いやいや、だからね、すごい結構来てるんですよ、ちゃんと先生会員効果上がってるんですよ、これちゃんと出てるじゃないですか、この式。ここであと西に水を置いたらもっとすごいことになる。西に水を置いて、これ忘れずにね、はい、ぜひぜひやってもらって、帰りに洗面器買って、そうですよ。もう今年の年末にはね、万々歳というふうに、はい、じゃあまたちょっとね、定期的にちょっと昨日に来てもらって、もちろんもちろん、ね、経過報告ね、はい、してもらうように。ぜひね、なんかまたいい報告できればいいですね、うん、はい、ぜひ、は
頑張ってください。ありがとうございます。今週は沖縄に来ていただきました。ありがとうございました。